今日、名古屋大学と岐阜大学がオンラインで連携授業を行いました。競争力の向上や経営効率化のため、2つの大学はおととしから東海国立大学機構が運営しています。大学間の異なった文化や背景を互いに知ってもらおうと連携授業が行われました。参加したのは医学部の1年生で、事前に提示された課題に対しての発表を行った後、ディスカッションをして理解を深めました。すごく貴重な機会ですし、それこそ医学部ってコミュニティが狭くなりがちなんですけど、今回他大学の方々とも話を聞けてフレッシュな意見ももらえたっていうのはすごくいい機会だったんじゃないかなと。